この髪の毛。髪ね。髪どうしていくんだろうね。髪はですね。これはちょっと房がいっぱいあるので、まずはあのキャラクターセットを使わずに、この房としてちょっとやっていきますね、はい、まずはここにローテーションだけキーを打っちゃって、今ローテーションだけキーを打ったんですけど、でここら辺にもう一個キーを打ってやると、でこういう流れなんですよね、うん、こういう流れ、うん、ので、この中間ぐらいで今度逆の上で、こうなってこうなってこうなるって感じですね。ちょっと今動きながらなんで分かりづらいかもしれないけど、このモデルの髪の毛のこの毛束をどれぐらいの数に分割するかっていうのは、それは誰の、あ、富田君がそれは勝手にやってきたみたいな感じなんですか？富田君が勝手にやってましたかね。富田君どうやったんだっけ、まあ、そこに富田君はいるんですけど勝手にやらせてもらいました。あ、そういや、それでもできるんだね、こうやって。これをまあ5個ぐらいキー打てばでウェーブになるんですけど、こんな感じで、でまあちょっと毛先まではちょっとあれなんで、今回本当はすごく細かくこの先のここまでやったりはするんですけど、こういうふうにウェーブが発生するようになりました。ここもそうか、サイクルを作って、はい、まずワンサイクルちょっと作ってあります、ね、こういうふうに、したらちょっと遅いんでここを詰めてあるんですよ、よいしょ、なるほど、これもこうした方がいいですね。もうちょっと詰めてますね。なので2フレ置きぐらいで多分いいんじゃないかなと。うん。っていうのが今できたんで、うん、これでここを全部選んであげて、はい、コピペ。おー、コピー。はい。そうするとこういうふうにできていくんで、またこれをコピー。コピーペースト。これはもう CG の特権ですね。こうかけてやると 100% 僕はできないんで。なるほど。というふうにコピーしました。どうなるの？なるほどね。こんな感じでバタバタバタ。はいはい。なんてきましたと。でまずはこれでコピーしてっちゃうんですよ。そのこの値を、うん、なので
全部の束にってこと。はい、1個ずつなんですけど、まあ、これがちょっと手数かかる、うん、まあ、本当はもっと簡略化するやり方もあるんですけど、うん、ウェブデフォーマンス化だとか。じゃあ基本的にじゃあジョイントの量は一緒ってことです。全部一緒にしてます。はい、でローテーションの角度とかも全部コピーしてやって、で1、2、3、ペースト。これはジョイントの数が同じだからコピペができるってこと。そうですね、はい、4本にしてて、あとその角度、例えば30度っていうのがこっちのジョイントだとこっちが30度だったりとかもするんで、うんうん、全部同じ方法に合わせてあげるっていうのが大事になってきますね。まあ、多分これ見てなんてめんどくさいことやってるんだもんって思ってるアニメーターいっぱいいると思うんですけど、今回はちょっとこういうやり方をさせてもらいました。ここは3本なのか、ここはちょっと線しかないとこもあるんだね。そうですね。それはそれまた作りの作るってこと、3だけのやつを。いや多分いけると思いますね。あ、いけるのコピー。3つ。あ、3つだけやっちゃうってことか。これ紙の量とか多かったらまたそれはそれで大変だね。地獄ですね。ね、コピーだけでも。はい、ちょっとやっぱ3本は少し調整しましょうか。で動きましたね。でこれをまた、コピーしてれば、3本のところ、まあ今動いてくれますね。はい、これでこいつらの。まあ、全部コピーしていくと。はい。こういうちょっと地道な作業が発生するんですよ。うん、いやでもこういうとこがいいじゃないですか。逆に。普通、ね。ね。普通のセミナーだと絶対見れない。あ、そうのか。結構けど。これをセミナーでやってる人はあんまりいないでしょうね。カットカットみたいな状態ですかね。やると、まあ、今、ね、はい、で同じだね、動きね、全部同じタイミングで、うん、はい、動いてます。で、ちょっと、まあ、ここら辺の動きはごめんなさい、うん、じゃあちょっと今日はうん、まあ、全部やると、はい、あれなんで、ちょっとここからどうエディットしていくかというと、ですね、まずは、時間をずらすっていうのが、うん、さっきね、はい、言ってましたよね。これをThank you.
2フレほどちょっとずらしてありました、うん、なのでここの束とここの束、うん、の違いをちょっと見てくれると、これとこれがちょっと変わってるはずなんですけど、ちょっと微妙にタイミングがずれてるんですよね。わかりますか、うん、ここでちょっとずれてる、ね、はい、これは例えば3筆とかずらしてます、うん、ずらすのは結構適当ですね。なるほど、はい、適当でも結構なるってこと、ちょっとずらすだけで全然それっぽくってね、はい、アニメーションの情報量が増えるので、うん、全部同じタイミングだと同じところを見ちゃうんですけど、うん、前髪が全部今タイミングちょっとずれて、うん、それぞれが別の動きをするようになって、今ちょっとあのこうカツラっぽくなってるんですけど、ね、これは後であの調整するようなことになります、うん、で3本の方は多分ほとんど分かんないんじゃないか、髪の毛も結局アニメーターが基本的にはやる、ボディアクションを作った人がフェイシャルもやって髪の毛もやる、やりますね、うちは。そうですね、ただあのたまに分業したりします、ね、あ、はい、あのボディ終わったんでじゃあちょっとセカンダによろしくみたいなことはやったりすることは全然ありますね、はい、こことね、なんかマフラーはなんか似たような感じじゃないですかね、これで、例えば全部今同じフリクエンシー、あの周波数でやってるんで、それを例えばこういうふうにビット選んであって、ちょっとこうやってスケールかけたりするんですよ。そうすると小数点フレーム生まれちゃうんですけど、あの要はこういうサイン波形だったのがこういうサイン波形になってたりとか、あとはもっとこう細かくしたりとかもするんですけど、だから小数点フレーム嫌う人もいるんで、これ見てうわっって思ってる人もあ、そうなんですね、はい、まあ、僕はもうあのそういうのはまあいいんじゃないとかっていうタイプなんで、やるとこの3本束のところも、これもバタバタみたいな感じになって、うん、ああでもなんかうん、ちょっとずつなんかちょっとずつ近づいてきましたね、うん、ちょっと完成形見ましょうか。まあ、ゆっくりですね、比較的、うん、で、かのでちゃんの元の形状をやっぱ維持してあげたいので、今ちょっとこのめくれ上がってしまってるところを、うん、押さえていくみたいな作業か、はい、押さえていきます。ああ、なるほどね。で、これも、例えばあのウィンドもずっと同じ一定のリズムでやるとやっぱし、うん、あの良くないので、前髪とかはちょっと例えばこう2フレ開けたりとか、うん、要は動きに緩急をつけてるんですよね今。これも適当？適当です。まあダメだったら後でもう一回直すぐらいの感じで、うん、まずはちょっとこうバラバラにしてやって。まあ、とにかく一定にならないように、はい、ってことね、サイクルが、はい、特にこのよく見えるところは。そうするとどんどんタイミングがずれてずれて、だ今この一束をやってるんですけど、そうだね、ちょっと少しだけ変わったのが、うん、さっきまでは間が1フレしかなかったんですけど、今2フレ上げたりとか3フレ上げたりとか、うん、ちょっとずつこうフレームの幅を変えてやってるんですよね。これも本当にいつもやってるやり方なんで、結構大公開って感じですよ。まあ、そんな大したことじゃないですけど。マジで丸裸されてる。
まあでも嫌だよね。いや僕なんかは営業やってるじゃないですか、はい、僕のエクセルの使い方が見てほしくないですよ、ね、それとなんか似てんだろうな。なんかこの辺はでも CG ワールドのあの辺では語ってないんですか。あのやっぱここまで語れないですよね、うん、その紙面だと、紙面だから文字だと、はい、これを文字と画像で語るってやっぱ難しくて、ね、すごい大変なんですよ。だからやっぱりこういうふうなこう実際触りながらだとここまでやっぱできるっていうのはありますね、うん、でここからちょっとやっていくんですけど、その時はもうですねこのこいつをですね、まあ、僕はこういうふうにちょっとまあ風になびいてる感じで、うん、1フレーズですね、こうやって形状も変えていっちゃうんですよね。あーでも大変だね、髪はやっぱり。でもすげえあるじゃん、いっぱいあります。でそれをもう無心になってこうやってだからちょっと時間かかっちゃうんですよ。あーなるほどね、はい、なんちょっと全部やると多分あれなんで、うんうん、抑えていくわけね。はい、押さえていったりとか、うん、まあ、あとそのシルエット、まあ、絵を描いてるのに近いですね、うん、なのでそれをこうキャラを壊さない。あ、なんか髪の毛は大変だね。髪は時間かかるんですよね、うん、さっき小数点フレームも出てたじゃないですか、はい、それはもうそれも全部やるってことですかね、例えばそういう場合は、はい、そうですね、はい、もうやっちゃいますね、うん、ただ、小数点フレーム出してた後ろは、うん、多分ここまでシルエットやんなくても大丈夫だろうということで、あえて小数点フレーム出してて、なのでこっちはストレッチかけたらよかったんですけど、こっちはこう整数フレームちゃんとやってるっていうのは、あの後でこの微調整が入るだろうということをまあ見越してやってるという感じですかね。あ、なるほどね、はい、なんでこういう調整をしなくていいところに小数点、そうですね、はい、やってっていう。いやこれでもそうか、いやもう多分こういうの嫌いな人は絶対嫌いなんで、もういよいよあるわみたいな思ってこれ見て今思ってる人いっぱいいると思いますけど。なるほどね。いやでもなんか面白そうだよね、うん、アニメーションつけるの。森江さんこういうコツコツした作業は結構性に合ってるって感じなんですか。僕は多分合ってますね、うん、合ってる、はい、で、あのなんか好きな曲とか、まあ、よくある、うん、あるんですけど、その自分のドライブがかかる曲あるんですけど、うん、それ聴きながらずーっと黙々と、あ、だからマイクラやってる時と近いですね。やるとここのあれが、そうだね、あーなるほどね、手をこの紙全部に、うん、やっていくんだね、はい、ちょっと今後ろから見た時シルエット汚いんで、はいはいはい、ちょっと全部やると多分結構、あでも今この短時間でももうだいぶ、うん、わかるよ ね、やっぱ動くと結構それっぽくなりますよね、うん、でちょっとすみません、あの省略しちゃって。